メリークリスマス。いかがお過ごしでしょうか。高橋ゆきと篠原まさしです。よろしくお願いします。さあ今日のテーマはゆきさん卒業ありがとう。今日はねせっかくクリスマスですので一曲クリスマスの曲を聴いていただきましょう。マーティン作曲メリーリトルクリスマス、どうぞ。
マーティン作曲、メリーリトルクリスマスでした。さあね、先にもお知らせした通りね、ユキさん、この番組を卒業ということで、もう本当に長いことありがとうございました。ありがとうございました。そもそもね、この番組にね、MC で出演していただくきっかけというところをね、ちょっと皆さんにお話ししておきたいと思うんですが。そもそものきっかけは、私の父が学生の頃に篠原さんにギターを習ってたんですよね。で、篠原さんとこうつながりがありまして、そこから父を介して私も篠原さんと出会いまして、2014年ですかね、風花が舞う日という物語を父が書きまして、その物語にオリジナルの曲もつけたんですけど、その曲を篠原さんがギターで演奏されて、私が朗読をした朗読 DVD ブック、風花が舞う日というのを出版いたしまして、それが本当にこのギターの始まりの原点というか、一番最初かなと思います。このギターはおしゃべりのオープニングに使われているリバーという曲も、もともとは風花が舞う日のエンディング用に書かれた曲で、たまに楽譜ありませんかって聞かれることがあるんですけど、結構人気の曲で。そうですね。はい。もうね、今やね、あれが聞こえるとね、あ、ギターはおしゃべりだ。もう定着しましたね。嬉しいことです。はい。ですね。なんとなく僕の中にね、番組があって、そこに MC の女性が隣にいてお話ししながらギターの面白さを伝えられたらいいなという思っていた時に、そんなスタッフが集まったので、これはぜひこういう番組をやりたいという提案をしてね、皆さんに参加していただいたのが始まりなんですよね。最初はね、だからゆきさんもギターのことそんなに詳しくないのでね、いろいろね質問をしていただけて楽しかったですね。風花の朗読もそうですけど、この番組ではね、その高橋哲くんが作ってくれたお話、30本以上朗読をね、オリジナルの音楽、いろんなものを合わせて、この番組でもやっていますのでね、またちょっと掘り起こしてみていただけると嬉しいなと思います。そもそもこの番組の1回目はね、ユーストリームというところで配信して、毎日曜日午前11時からということでね、ドキドキしながらやっていましたね。ユーストリームはライブ配信みたいな形だったんですよね。その時間になるとポンとボタンを押して流すというドキドキしたことをね、やってました。懐かしいですね。番組も足掛け8年になりましたけど、この長い中でなんか印象に残ったとか思い出の出来事というかありました？やっぱりゲストの方にもたくさん来ていただいて、ギタリストの方だったり、他の楽器を演奏される方とか、皆さん本当に個性が強いというか、すごく面白い方が本当に多いなと思いまして、それぞれギターを始めたきっかけを毎回お伺いしたりして、皆さんそれぞれいろんな歴史があって、ギターに対する思いとかもいろんな思いがあって、そういうお話を聞くのも本当に楽しかったですし、あとは私も衣装を着せていただいた回もありまして、ちょっとおしゃれをしてMC をやらせていただいたのも結構印象に残ってますし、リモートになってからはやっぱり海外の方とお話しする機会もあって、離れていてもいろんなお話ができたり、本当にこうお会いしたかのような気持ちになるので、すごくいろんな方とお会いできたっていうのは楽しかったですし、すごくいい経験させていただいたなと思います。ゆきさんにはね、この番組をきっかけでコンサートの司会をしていただいたりとかね、いろんな機会があって本当にありがとうございました。番組は卒業ということですけれども、次なるステージへね、飛躍していただくことを願っています。長いこと本当にありがとうございました。ありがとうございました。ゆきさんを送り出した後もギターおしゃべりは続けてまいります。次回の配信は来年1月8日日曜日になります。どんな形になるか皆さん期待してみてくださいね。ということで、2022年最後の配信でした。皆様ぜひチャンネル登録お願いします。 Twitter、Facebook もチェックしてくださいね。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。